どうもー、はい、大喜利の結果発表、はい、発表、はい、今回もたくさんの方の応募ありがとうございます。はい、はい、今回はまあ、うん、まあ、全体的に面白かったかなと、うん、はい、そんな感じだったよね。まあ基本的にね、はい、マッツーさんちょっと調子悪いのかなと思いました、うん、まあ早い、言うのが早い、はい、まあ面白かったですね、うん、はい、じゃあ発表していきましょうか。はい、早速ね、うん、まあその前に今日今回7000円分ですけど、はい、じゃあ僕と西村さん7000円払うのね。そうね、はい、どっちかが払うっていうね、毎回の流れがありますので、はい、うん、今回は腕相撲で決めていきたいと思います。腕相撲、はい、聞いてねえ腕相撲はなしにしよう。あー、でも僕不利か、差があるよ、差が。腕相撲でいいか、まあ不利だけど、うーん、まあいいか、腕相撲でいきましょうか。じゃんけんでいいんじゃない。じゃんけんでいきますか。はい、じゃんけんで負けた人ね、うん、一発勝負でいこうか。一発勝負で、はい、うん、負けた方だ、負けた方が7000円払うんだろ。7000円払うんです、ね、はいはい、皆さんに差し上げられる権利を獲得できるわけだね。ですね、はい、負けた方が、はい、はい、OK、 わかりました。心理戦始まってるんで今負けますよ、僕は、はい、心理戦を使ってたんですよ、はい、はい、最初はグー、ジャケっぽい、あいこ、あいこでしょ僕ですね、金子がね、はい、払ってくれますんで、はい、皆さんね、毎回僕払ってる気がするんだよな、はい、弱いんだよ、なんか何かが弱い、はい、はい、優勝者はね、はい、まあいや、あとでいいよ、はい、行きましょう、はいはい、じゃあもう、ルール、まあ、毎回の繰り返しなんですけど、はい、持ち点5点持ってて、それを10に振り分けてますね。はい、はい、前回1人がちょっとズバ抜けても面白かったんでね、2人ともその人に結構高得点をやって優勝って感じでしたね。はい、はい、今回は結構均衡してたかなと僕の印象ですね、うん、はい、じゃあどっちか、どっちからいきます。僕からいく。はい、どうぞ。僕はね、4人選ばせていただきました。おお、4人、はい、うん、で4人を5点でね振り分けるんで、はいはい、1人だけ2点というふうになってます。1人目、はい、エンジョイハギさん。エンジョイハギさん、はい、はい、パチンコしてる夢を見たいと強く願って眠りにつく、はい、はい、ですね。これは面白い、はい、はもうがっつりパチンコ依存症の人ですね、うん、はい、そんなやついねえから、はい、次2人目、押しのしのぶさん。押しのしのぶさん、はい、はい、押しのしのぶさんが口癖が激アツ。口癖激アツね、確かにね、と思うね、うん、激アツ激アツ、俺も言ってた時あったなと思って、うん、はい、1点でございます。はい、はい、で、初参戦するということでね、はい、コメントいただいた方、はい、ちょっと読み方合ってるか分かんないですけど、シャオシャオシャオイーシャオシャオイーシャオシャオイーさんなのかな、お疲れ様です。2月素晴らしい終始ですね。大喜利初参戦します。大喜利、財布に入ってるカードのほとんどがパチンコ屋さんの会員カード。確かにねあるあるですね、うん、あるある、ま、マッツーさんもそうでしたね。マッツーさんこんなに入ってますよって自慢してきましたね、してたしてた、めちゃくちゃあるもんね、これ期待値っつってこれ期待値ですよ最後ね、うん、最後2点差し上げます、うん、これね、文章だから面白かったかなって思いますね、うん、はい、ZK さん、日常生活をいちいち演出で考えてしまう、うん、うん、大学生の頃、講義に間に合い、星1、はい、社会人になり、クレーマーを黙らせろ、はい、星3、うん、社長就任全回転、星5、はい、これね、なんかね、結構僕の中ではスマッシュヒットです。なるほど社長就任全回転星5って急にね、義父堂々の呪落台の全回転を思い出した。おなぜか、なぜかですね、なぜか、はい、うん、あれぐらいの神々しさがあったんでしょうね、僕の中で。うん、まあ、そんでプラス2にさせていただきました。なるほど、はい、あと最後1人は、はい、この人はね、はい、プラスじゃないんですけど、はい、マッツンさん、はい、夢の中で稼働して抽選回転時間に遅れる、はい、もちろん夢の中では爆死、はい、わけわかんない、なんでマイナス1点です。マイナス1点ですねマイナス1点です、はい、確かにこれズバ抜けてもしとくなかったですズバ抜けて意味だわ。あんまり批判はしたくないですけど、うん、まあまあ仲いいってことでね、ちょっと批判させていただきますわ。ちょっとつまらなくてつまらなかったですね。そう、これはね死ぬほどつまんなかった、マジで
はい、はい、っていう結果でございました。まあ、人にはいいところ悪いところあるってことですね、はい、すげえフォローするんじゃないの。はい、以上ですね。はい、はい、僕いきますね。はい、1人目森増さん。テレビ番組の赤文字テレップを見るとチャンスアップだと一瞬興奮する。ああ、なるほどね。これ面白いですね。はい、1点です。はい、はい、2人目鍋さん。うん、スーパー玉出を見て興奮してしまった。はいはいはい、はい、面白い、ね、これ関西の方しか多分分かんないと思いますけどね。そうね、大阪に来たらあるんですよ、スーパー玉出っていうのは。僕らも興奮しちゃったんですよ、見て。おおと思って、うん、絶対パチンコやと思ったらスーパーだったっていうね。そう、はい、派手なパチンコや、じゃね、派手なスーパーだったね。プリンさんも同じようなコメントくれたんですけど、スーパー玉出を見て発表したって。まあ鍋さんの方がコメントが早かったんでね、そちらを選びました。はい、はい、3人目かぶってる推しの忍さん。うん、まあ、口癖が激アツ。これ確かに言うようになったなっていうふうに思いましたね。うん、はい、です。はい、最後2点ね。はい、最後2点、小林早紀江さん。お、うん、コロナが怖いので武漢で、除菌、武漢っていうか、うん、武漢で除菌のために使ってた防護服を取り寄せる、フル装備でパチンコ屋。これ想像したら面白かったですね。確かにね、白いあのやつですよね、多分ね。はい、あのこれだけなんか大体、あ、確かにね、確かにねだったんですけど、これだけまああるないかないないみたいな感じで、いやそれはないだろうっていうような答えでね、はいはい、僕は面白いなと思いましたね、一番。ああ、うん、はい、以上です。はい、ということで、なんと僕と西村さんが合計2点になるのが3人います。小林武尊さんと、うん、星野忍さんが1点ずつ入って2点、もう一つが西村さんが2点を入れた ZK さん、はいはい、が、3人同票で1位になりましたね。ってことですな。はい、どうしましょうか。これは3枚紙書いて、はい、紙に 3枚紙用意して、うんうん、でどれか引くっていうにします。方法か。 OK、 いいんじゃない。はい、うん、OK、 そうしましょう。はい、OK、 作りました。作りましたね。はい、はい、こちらね、うん、はい、ここにあの3名の方の名前書いてあります。はい、はい、でこれね、まあ、僕が書いたんで、僕が引くわけにいかないんで、はい、カルゴにちょっと引いていただこうかなと思います。はい、で引かれたその1人が、7000円の Amazon ギフトカードを、うん、獲得できると、はい、いうふうにさせていただきます。はい、はい、取ってください。はい、はい、じゃあいきますね。はい、いきますよ。はい、これ3枚ですね。1枚、2枚、3枚ですね。はい、はい、じゃあまあ真ん中にするか。はい、はい、これ、はい、分かった。はい、真ん中、分かった。はい、ですね。はい、ありがとうございます。開いてください。さあ、どうなったでしょうかね。お、じゃじゃん、推しの忍さんです。おお、口癖は激アツ。口癖は激アツ。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、まあ、素晴らしい。7000円ですよ。唯一ね、僕ら1票ずつ入ってましたからね、この方がね。そうだね、なんか収まるところに収まったみたいな感じだな。はい、はい、よかったということで、おしのしのぶさん、ツイッターで僕に DM ください。はい、はい、Amazon ギフト券7000円を送らせていただきますので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあまた皆さんもね、また来月、はい、ありますんで、はい、ぜひご参加ください。はい、ご参加ください。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。